モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。この時間はジャパンホーム&健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはいと物語アマオセットプレゼント。このいと物語アマオセットというのは、飲むヨーグルト博多アマオ、食べるヨーグルト微糖、アマオイチゴソースがセットになったもの。もともといと物語という牛乳が美味しいので、その牛乳で作るヨーグルト最高です。それからね、糸島は博多アマオも有名なので、いちごソース作ったらすごくすごく美味しいものができたよっていう美味しいセット、はい、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、それからね、新型コロナウイルスがまたね再拡大しているっていうことで、うがい手洗いきちんとやってくださいね。手を洗う時にね、まあやっぱりいろんなところで消毒液つけたりとか、手を洗ったりしてちょっとカサカサになったりするかもしれませんけれども、はい、まあそんな時にはね、シャボン玉石鹸のね、この無添加の石鹸使ってみてください。はい、天然の保湿成分が入っているので、全然やっぱりね洗い上がりが違うんですよ。はい、ぜひお試しいただければというふうに思います。さあ、それではね、今日届いたおもろい家族、まずはこちらからご紹介することにしましょう。30代の男性の方、6人お子さんがいらっしゃるそうです。そうですか。はいはいはい、中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。うちの長男のエピソード、この話はおよそ5年前、長男が小学2年生の時、学校から帰って一人で留守番して宿題をしていた時に発生しました。インターホンが鳴って、画面越しに女性が映っていたので、ボタンを押して2人の会話が始まったんです。ピンポーン、はーい、誰ですか。こんにちは、お母さん女さる。はお母さんは女猿はお母さんは女猿猿じゃないです後日その女性が再度自宅に、やってきた時に、このやり取りが発覚しました面白い長男よ、熊本弁は難しいよな。その夜食卓で家族みんなが爆笑したエピソードですということでね、熊本市の方なんですよね。あ、そうなんですね。まあ、なのでタイムフリーでね、エリアフリーでね、ラジコプレミアムで聞いてくださってんだろうなっていうふうに思いますけれども、はい、まあ女猿言いますもんねお母さんは女猿ってさあ、それからね、これも行きましょうか。女性の方からいただきました。お名前がね、ひろこさんですね。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。この前の日曜日の少子中地のおもろい落語会の放送、すごくすごく楽しかったです。ありがとうございます。大笑いして、最後にはジーンと来て、小浜ちゃんの歌声ももう少し聞きたかったシリーズ第3弾の時は絶対チケット入手いたしますそうでしょうねあれ聞いたらもう絶対行きたいっていうふうに思うでしょう。そうですね。まあ、またね、ちょっと感染が再拡大しているんですけれども、うん、まあ、なんとかね、この前、あ、こうやってやればね、まあ、新型コロナウイルスの対策もきちんと立てた上で、はい、イベントもできるなっていうのが分かったので、また企画したいなっていうふうに思います。我が家にもあるんです、おもろい家族の話が。夫と結婚したのは今から17年前のこと。新婚旅行はオーロラを見るためにアラスカに出かけました。すごい。1週間の旅行です。当時夫は大きなスーツケースを持っていなくって、私の父がその10年ぐらい前に中国によく出張に行っていた時に使ってた物置に眠っていた大きな大きなスーツケースを借りることにしたんです。はい、私は大学の卒業旅行の時にそれなりの大きさのスーツケースを買っていたので、それを使うことにしました。旅行に行く数日前、父から登山用の靴があるから履いていけばいいよと言われて、現地ではスノーブーツと上着借りることにしていたものの、韓国経由でアラスカアンカレッジ空港までの靴を、父の歩きやすそうなサイズもぴったりあった登山靴を借りて出発したんです
それはうちの旦那がっていうことですね、はいはい、ただ父が、登山を楽しんだという話は15年以上聞いたことがなくてそんなことは当時すっかり忘れていました。見た目は綺麗に手入れされている登山靴、しかし悲劇はすぐにやってきたんです、はい、福岡空港で飛行機に乗るために移動していると夫の左足がパカ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 したんです。最初はもうね これこの話はね、はい、もう鉄板ですよ。そうですね、パカ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 しだしたんです。最初はつま先だけだったんですが、古い登山靴のりも劣化していたんでしょう。パカパカがどんどん広がり、あっという間に3分の2 もう靴が歩くたんびにおしゃべりしている。とりあえず靴紐をほどいて靴底と靴をぐるぐる巻く。なるほど、登山靴ってね、はいはい、トレッキングシューズって紐が長いですからね、固定しました。それでもやっぱり靴と靴底はすでに別物。つま先は常にパカパカ、左足をそっと前に出す変な歩き方をする夫。当時旅行の飛行機プランが、福岡空港から関空、そしてインチョンからアンカレッジで行った方が安かったので、とりあえず福岡から関空に。飛行機の中で、その靴もうダメやね、ちゃんと歩けんし、関空着いたらなんか履きやすそうな靴買おう、じゃないと雪入りまくるよということになって、関空に到着したらすぐに適当な靴屋さんでスニーカーをと思っていたんですが、そんなお店空港の中にあるわけないですよね。だからナイキのお店に入ったんです。スニーカーの値段を見てびっくり、3万円以上、しかも無駄に限定品。空港でしか買えないよっていうね。そういうことなんでしょう。そういうことなんでしょう。もうミスターマックスとかないんかね。ゼロが一つ多くない？いつものスニーカー履いてくればよかったやんと言ってみたものの、夫もそんなんせっかく貸してくれてサイズもちょうどだったのに履かんわけにはいかんやろ。そりゃそうだ。義理のお父さんからね、はいはい、勧められてっていうことですから。そうですよ、極寒の地に行くのにサンダルではかわいそすぎます。新婚旅行の最初の買い物は3万円以上もする夫のスニーカー、まあいいかと思いつつ、国際ターミナルに移動中またまた悲劇が。スーツケースも古かったようで、キャスターが一つ壊れてしまってまっすぐに動かない。いつの間にかあらぬ方向にスーツケースが流れてしまう。結局しょっちゅう抱えて移動しなければならなくなりました。しかも音がガラ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 とすごくうるさい。なんちゅうボロッとしてくれてんねんと関西地風に突っ込みたくなりましたよ。新品のスニーカーを履いて汗だくで大きなスニーカーを抱えて移動する夫に笑いがこみ上げてくるものの、何でも受け入れてしまう夫にこの人で本当に良かったのかと疑問が湧いてきたのも事実です。旅行自体はとっても楽しく、いい思い出。アラスカ鉄道に乗ったり、マイナス30度の世界でオーロラを見たり、帰ってきてしばらくは3万円のスニーカーを見るたびに笑いがこみ上げて、馬になっとったよね、パカパカヒヒンって笑い話になりました。それから月日は経過し、この人でよかったのかという不安も薄れ、夫婦の仲良し小良しも順調で、夫婦生活もうすぐ18年。この春からは高校生、中学生、小学生3人の子供たちの母を楽しみます。靴底実験、実は私にもあるんです。結納の食事会、着物はレンタルだったんですが、草履とバッグの別料金がもったいなくて、母からかなり古いものを借りたら、トイレから帰るときに右足の靴底、草履の底がベロベロに取れて、付き添ってくださってる人があらーと裏返った声、物静かで着物の扱い方を教えてくださった上品な年配の女性のあんな裏返った甲高い声は初めて耳にしました。結納の席もこの一件で和みました。この両親にして、この娘あり、そしてさらに面白くしてくれる夫、
笑ってくれる義理の両親、いやーご縁、人の思いって不思議ですね。夫とは定年退職したらまたオーロラを見に行きたいねと話をしています。今度はきちんとした靴を履いていかなければということでね。大変でしたね。そうですね。まあね、はい、あのおもろい落語会の放送を聞いて、あの話を聞いて、はい、それでまあ、あ、私にもあるっていうことで送ってきてくださったんでしょうけれども、はい、少子中地のおもろい落語会、土曜日まではタイムフリーで聞けます。